こんにちは、ムーです。本日もね、花見月文学記念館からお送りしております。友達のアスカさんに来ていただいております。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。本はあまり読まないということで、はい。そうでもね、今日はね、そのアスカさんにぴったしというのもなんか変だけど、この企画いいんじゃないかなっていうのがあって、なんで言ったらいいのかな、普段本を読まない人のためのおすすめ海外文学。じゃあぴったりですね。まあこれから海外文学読んでみようかなって人に、どれが読んだらいいかな、おすすめをね、自分なりですけど、今ね5冊ほど用意したんですよ。まあ、日本って翻訳大国だから、まあ、いろんな国の文学作品が日本語に翻訳されて比較的手に入れやすいと。でそういう中でも特に有名どころの中で、こういうふうに薄くて読みやすいやつ、薄いでしょ結構ね。確かにこれだったら私も読んでみたいと思うな。あ、本当に？うん、それは本心から言ってる。うん、興味があるものがあれば。でもきっかけがね、この本はこういう面白い本なんだっていうのがある程度分かってれば手に取るかもしれないけど、全く分からないと。今日は5つ作品絞り込んで、これをどうしようかな、ランキング形式とかにしていこうかな。まあいろいろ見せ方あると思うんだけども、本当にざっくりとどういう作品か、あまりネタバレしないぐらいの形で紹介していって、読みどころとか、これから本当に初めて海外の文学作品に触れますって人のためのお話できればなと。で5作品に絞り込んだんだけど、どれからがいいかな。例えば老人と海、ヘミングウェイ、1960年ぐらいか、アメリカの作家の作品です。でこれ日本語訳されたものなんだけど、見てこの薄さ、全部でまあ巻末何十ページ解説だから、実際の作品は129ページまで。すごい薄いね。めちゃくちゃ薄いでしょ、こんなに薄いんだね。もうこれだけ、こんだけ、なんか数時間で読み切っちゃう。俺も読むのすごい遅いんだけど、でも3時間ぐらいで読めたかな。で7ページから始まってるから、まあ125ページぐらいかな。文字も結構大きいのよ。公文社、古典新訳シリーズっていう。しかもほとんど会話、途中描写があるんだけど、老人がこう一人で海に行って、まあ、巨大な魚を捕まえてみたいな。でこのヘミングウェイっていう作家の特徴で、文章をめちゃくちゃこうカットしていく、こうこうこう、パンパンパンみたいな感じで、読みやすそうだね。そう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 、テンポがいい感じになるのかな。テンポがめちゃくちゃいい。描写のところはそんな感じで、かなり区切ってこうテンポよく語っていく感じで、それ以外はもうほとんど会話、この鍵括弧付きのこの会話が連続していくような感じ、結構読みやすいんじゃないかな。そうだね、本を読むときにきっかけとなるのがやっぱり興味があるか面白いかっていうところなんだよね。きっかけが大事だよね。老人と海ってタイトルを聞いてどんなイメージが湧きますか？なんか人生の教訓が詰まってそう。あ、結構鋭いかもしれない。一人孤独に海に船で漁に出て魚を捕まえに行くんだけど、大海原ちっちゃい船に自分一人なわけ。この老人はもう熟練の漁師で、一人でもテキパキとその魚を捕まえて、巨大ななんか火事だっけな、対決みたいな、大海原のど真ん中 でその時の固定してたこのロープがだんだん引っ張られてってやばいみたいな、固定するためにこううまいこと体に絡みつけて、ずっと何時間もその引っ張り合いみたいなで、その魚と自分との心理戦みたいな、その時のその心理の動きみたいなのをすんごい細かく書いていくわけよ。よくこんな書けるなみたいな。結構でも会話だけじゃなくて、動きとかその心理戦とか、そういう描写がすごく細かく書かれて、映像が目に浮かぶ、アクション感のある感じ。相手の魚がさ、どう考えてるかっていうのはやっぱりちょっと読めないよね。その読めないところを、熟練の漁師だからその老人は、多分あいつは今こういうこと考えてるからみたいな、すごい計算しながら心理の動きをすごい細かく書いていく、引き込まれていくねっていう作品です。あっという間に読み終えそうだね。そうね、だから割と作品の中にも入っていきやすいし、一旦入っていったらもうテンポよくこうページめくっていける感じだから、数時間でね割と有名な作品読めるならいいんじゃないかなと思う。どんな人に読んでほしい？映画とか好きな人いいかもしれない。そうだね、話聞いてるとそんな感じするね。映画化しやすい。これ映画化されてるのかな、わかんないけど、まあ映像で見ちゃうと、せっかく文章でこれ表現してるっていうのがやっぱそこすごいから、文章で映画的なテンポ感とかが味わいたいって人はいいかもしれないですね。頭の中にこう情景を浮かべていくっていうのは、もう本当にヘミングウェイはすごい上手い作家じゃないかなって。これノーベル文学賞取ってる作家なんで、世界的にも有名な作家の、まあ、一番有名な作品かな。これこの中では何位に入る？あ、ランキング？ランキング。それ何？個人的な？そうそうそう、個人的なランキング。5位かな。5位ですね。5位です。第4位。いやー難しいね。めちゃくちゃ選ぶの楽しそうなんだけど。こちら。ジェーン・オースティンの傲慢と偏見、まあ、プライドと偏見っていうタイトルでも有名かな。現代はプライド&プレジュディス。これね、あの結婚の話です。1800年代の女性作家。これ映画化した？してる。何度も映画化されてる。このね、ジェーン・オースティンっていう作家の作品はね、あのマジで何も巻き起こらない、結局何も起こってねえじゃんみたいな。そうなの？本当に
でこれは結婚の話ね。ある一家で子供は全部女性、確か5人姉妹かなの家族、中産階級というか、隣に金持ちのイケメン独身男子が引っ越してきた。この一家が騒然とするわけよイケメンやってきたぞみたいな話で、会いに行くきっかけとかないかなみたいな、そわそわするわけよ。でお母さんもやったわねみたいなって、お父さんお父さんにちょっと皮肉やみたいな感じで、でパーティーが開催されるからきっかけ作っていきましょうよみたいな、そういう盛り上がる、誰が結婚するんだろうみたいな。でジェーン・オースティンって文章が次が気になるような書き方がすごくうまいのね。だからなんか続きが気になって読んじゃうのよ、ページめくっちゃうのよ、うん、めちゃくちゃ面白いなと思って、あまりの面白さにどん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 ページが進んでいくんだけど、うん、何も起こんない何なのよみたいな。でまあ最後幸せに暮らしましたちゃんちゃんみたいな。でも何かありそうと思って読んじゃうんだ。まあ何も起こんないっていうとちょっと言い過ぎなんだけど、まあ、もちろんその中でまあ誰が結婚するかって彼と彼女がいい感じになってみたいな、いろいろ話が展開していくんだけど、まあ、結局普通にいい育ちのイケメンの男子と可愛い女の子が仲良くなって幸せに暮らしましたみたいな、普通みたいな。平和だね。平和、悲劇は起きない。でもこんなに2冊にもなるぐらいなんだね。まあ一応だから続きになって読んでっちゃうじゃん、結局普通に終わんのかよみたいな、うん、そういうそうそうそう、でも面白い、ハートウォーミングな気持ちになるっていうか、うん、タイトルの高慢な偏見っていうのは、最初は偏見があって、あの人すごい嫌な人じゃないって思ってた人がいろいろ話聞いていくと、あ実はこんな人だったのねみたいな、まあさ普通のテレビドラマもありそうなさ、うん、展開じゃん、うん、まあね、うん、すごいなんか悪い役だった人が最後にいいことして、実はいろいろ理由があってそうしてたけど、あの人すごい素敵な人だったみたいな、なんか、それみたいな、なんだけど、まあ、そういう設定というか流れの中に人間の心理をついくような普遍的なセリフをいろんな登場人物が言うわけよ、うん、だからその物語自体はまあ普通なんだけども、うん、その中のセリフは結構あハッとさせるみたいなセリフが結構出てくる、まあ、でキャラ濃いから登場人物がね、そういうキャラの濃い登場人物を通してセリフを引き出すというかな、一番上のお姉さんが綺麗で一番バランス取れてる感じかな、次の次女がねそこまで綺麗ではないんだけどもすごく魅力的な女の子、残りの3人の妹たちは1人は自分を賢くぶりたくて気の利いたセリフはこれってこういうものなのよって言いたがる女の子がいいんだけど、その子の言うセリフが俺結構好きなの。それはなんか確信をついてるとかいうわけではなく、なんかそのキャラクターなのにそれを言ってるから笑っちゃうみたいなこと。この作品の語り手は大人ぶってるちょっと未熟な女の子、うん、だけどすごく気の利いたセリフを言いたがってるみたいなキャラ付けで描いてるんだけども、その子の話すセリフがあれでも結構いいこと言ってんじゃんみたいな、うーん面白そうだね。でしょ、これおすすめ、うん、細かい意見。まあその女性作家っていう部分と、まあその結婚絡みで、まあ、割と、ね、その人間の普遍的なさ営み、特に悲惨な事件も起こらないし、うん、なんかいいよね、まあ、普通に続きになって読んじゃうみたいな、うん、今の海外ドラマとかに近いのかもしれない、ノリ的にはなんかその恋愛物の今日誰と彼が話してたみたいな、そういうところから嫉妬が巻き起こってとか面白そう。これはねおすすめ、うん、割と読みやすいし、テレビドラマとか好きな人は楽しんで読めて、うん、かつ途中のセリフを楽しんでほしいかな個人的には。だ別に前提知識とか全然必要じゃないから、まあ、今日紹介する作品は全部そうなんだけども、こういう知識がないと読んでて分かんないってことはない、そういう作品は選んでないので、まあ、これおすすめです。第4位。第4位。第3位。はい、こちらシェイクスピア・マクベス。この薄さ見て、これなんかよく舞台になっている。そうね、シェイクスピアの作品って実は舞台の脚本だから本になってるけど、実はその脚本なのよね。なんかそうだね、書き方が台本っぽいよね。そうそうそう、だから見てみるとこんな感じで脚本みたいな感じでしょ、登場人物とそのセリフっていうのが延々と連続していくっていう、すごく分かりやすい、どういうことが起きてるのかっていうのが別に前提知識なくても読めるし、一つのページの中にある文字の数もそんなに多くないマクベス夫人登場、まあ、本当に脚本みたいな感じの書き方なんだよね、まあ、脚本なんだけどね実際に。でいろんな翻訳出てるんだけど、シェイクスピアって、僕おすすめはこのちくま文庫の松岡和子さんって人の翻訳で、この人はまさにその舞台をやってる方なのよ。だからその視点で翻訳されてるから、セリフも舞台のことちゃんと分かってる人のセリフっていうか、他の人のだと、まあ、学者さんとかが多いかな。だからなんか僕はいろいろ読み比べた中でこの松岡和子さんの翻訳がもう絶品だなと思って、うん、言葉の選び方が僕はすごく好き。シェイクスピアっていうのは1600年代に初頭に活躍した劇作家で、実はそのシェイクスピアの作品って元ネタがあって、だからストーリー自体はもともとあるものがほとんど、確かマクベスもそんな感じだったと思うんだけど、じゃあどこがオリジナルだったかっていうと、そのセリフ、言葉。この間ね、中田あっちゃんね、YouTube 大学でこの作品取り上げて、こんな面白いストーリーなんですよみたいな感じで、なんかそのストーリーを紹介したんだけど、うん、
ストーリー自体は元ネタあるから、どっちかというとシェイクスピアのマクベスってことで紹介したいんであれば、この中に登場する言葉だよね、シェイクスピアが書いた、それを紹介した方がいいんじゃないかなと。まあ僕はしないけどねだからもしあの動画見られてる方だったら、まあストーリーどんな感じかはよくご存知だと思うので、確かにあっちゃん紹介したのは翻訳とかじゃなくってストーリーを紹介した本だと思うんだけど、まあ実際のその現象を翻訳した本としてはこれはすごく読みやすいので、ぜひ見てください。会話の連続だからテンポよく読んでいける。夫婦がどんどんその欲に目がくらんでグロテスクになっていく、まあ、自分が王になれるぞ、なれるかもしれないっていう予言を受けて、王になりたいから、まあ悪事を働いていく。奥さんもあなたは王様になれるのでその欲望に飲み込まれて、そんな人間の醜い部分をダークサイドだ、その、まあ、セリフだね、中に出てくるね、その表現がうまくこう書かれてるのがこの方の翻訳。そうだね、松岡和子さんの翻訳おすすめですね。まあこれもやっぱりその前提知識なくても読めるかな。お城があって王様がいて兵士がいて、読みやすそうだよね、うん、面白そう。シェイクスピア初めて海外文学読むっていうんであれば結構読みやすい方だと思います。舞台の台本っていうなんか小説のね、なんか長い文章を読んでいくというよりかは本当に会話をひたすら読んでいく感じだから、まだ本とかそこまで読み慣れてないっていう人であればこの形は非常にいいかもね。会話の連続で場面が浮かんでいくっていうのは面白いかもしれないですね。です、第3位。はいはい、第2位。では2位こちら、サンテグ・ジュペリーの人間の大地。サンテグ・ジュペリーっていう作家は星の王子様の作者の別の作品、うんうん、星の王子様はどっちかっていうと児童文学みたいな絵本とかになったりしてるでしょ。でも深いよね、あれは実際はね。俺はあの作品あんま好きじゃなくて。あ、そうなんだ、うん、別の作品で人間の大地っていうのがあって、実はね最近まで人間の土地っていうタイトルで放題で翻訳が出てて、その翻訳がねすごい分かりづらくて、あ、そうなんだ。堀口大学っていう詩人の人が翻訳したのがずっと定番だったんだけど、2015年だからもう5年前か、この渋谷豊さんって人の翻訳が新しく出て、これがめちゃくちゃいい。でタイトルも人間の土地から人間の大地っていうふうに変わって、これおすすめです。サンテク・ジュペリって作家はパイロットで、まだそういう仕事ができたばっかりの時代に飛行士っていうのを憧れて、当時はその職業ができたばっかだったから、なんかすごいヤクザな仕事って思われてて、でも彼はそれでも飛行士になりたくて、あの郵便の仕事をするような手紙とかかな、その飛行機で送り届けるっていうので、当時まだその航空の回路がまだ開拓されてなかったから、すごい危険だったのね、うんうん、だから彼の作品はそのやっぱり飛行士に関する作品が多い。例えば星の王子さんもね、うん、あの飛行士が不時着してみたいな感じでしょ、うん、これも同じ飛行士の話。飛行機が不時着して危険な土地を歩いていくんだけど、助かる見込みもないっていう中、もう寒いし極限状態で食べ物もないしっていう中で、うん、もう諦めるかみたいになるんだけども、うん、その歩いてる途中でふっと、今俺がここで死んだらその妻の保険どうなるのか、そうまず頭にかもね、うん、じゃあいいや、もう寒いしひもじいし、もう目もかすんできたし、もう歩けないって中で、うん、あの岩まで歩こう、もう最後の力振り絞って歩く、歩いて、じゃあ分かった、ここまで行けたからもう一歩行こうって、一歩一歩ってこう足を踏み出していって、その極限状態の中をなんとかこう精神を保ちながら切り抜けていくっていう、そのなんか描写がすごい良くて、極限状態の中でのその精神のなんていうの持ってき方っていうか、めちゃくちゃいいんだよね。それで実際彼が経験してることだと思うから、すごく言葉に重みがあるっていうか、その野蛮な一族がいる砂漠みたいな、サハラ砂漠かな、うん、ところで一夜を過ごさなくちゃいけない。でも我々にはね、その身を守ってくるもの何もないってね、うん、荷物をこう円形に並べて架空の結界みたいなのを作って、これは結界だから安全だって自己暗示というか、あ、作って一夜を過ごすみたいな、そのシーンとかすご すごいね、めちゃくちゃいいんだよね。なんていうの、心の持っていき方っていうか、そうだね、なんかね読んでて本当に、なんか自分が何かこの人生の中でさ、くじきそうな挫折した時に、うん、この本ですごくね、俺は何回か力づけられたことがあって、うーん、確かに深い。そうだね、うん、心の持ちようって大事だもんね。本当にその心の持ちようのスペシャリストって感じがするね。この実際なんか極限状態を何度も経験した作者のから出てくるその考え方とか発想とかね、うん、まさにその心の持ちようかな、すごく良くて、最後がどうなるか気になるね。気になるでしょう、気になるでしょう、うん、これはいいよ、うん、っていうお話。俺は星の王子様よりこっちの方が好きかな。あっちはなんかそのメタファーっていうかさ、ファンタジックにいろいろ描いてるけど、実は人間社会に対する皮肉だよみたいなさ、大人は何も分かってないみたいな、大切なものは目に見えないとかさ、ちょっと比喩っぽい感じなんだけど、これもっと具体的な実際に直面した極限状態を描いてるから、めっちゃ迫ってくるね、心にね、読んでて。でもちろん前提知識なくても読めます。それは本当に大事だよね。うん、前提知識が必要なものもあるんだっていうことを今知ったけど、あるある、結構古典のギリシャ哲学とかの知識があると読みやすくなるとか、聖書の知識がないとちょっと楽しさが分かんないとか、俺そういう作品あんま好きじゃなくて、だって分かんないじゃんそんな、うん、そういうのは基本的にはうちのチャンネルではあんま取り扱わないようにしてるから、これめちゃくちゃおすすめ。
で、おすすめ第1、おすすめというか個人的な好みの第1位かな、おすすめによっては違うけど、こちらですね、神の異邦人。これ多分タイトルね、聞いたことあるかもしれないですね。フランスのアルベール・カミューっていうノーベル文学賞も受賞した作家なんですけど、で、これ1940年だからもう80年ぐらい前の作品かな、なんだけど、ベストセラーっていうか海外文学の中ではかなり有名、トップ5にランクするぐらいの有名な作品ですね。結構ね、暗い作品で、主人公がなんだろうな、すごくバカ正直、めちゃめちゃ正直なやつで、うん、お母さんが死んだとこから始まるの。今日ママが死んだっていうね、有名な一行。暗そうだね。で、電報をもらって葬式に行くんだけど、そのお母さんの棺の前でタバコ吸って、とにかくもう自分の欲望に正直に生きていく。もうバカ正直、本当に。いや、別にタバコ吸いたかったら吸いましたみたいな。で、そういうケロッとした感じでさ、もう感情もないような感じで、淡々とその自分の欲望に正直に受け答えしていくっていう様が、なんだこいつみたいな感じになって、うん、ある時、海水浴かなんか友達と来てて、なんかアラビア人がいて、合口ってほらナイフをさ、チラッてこう見えたのよ。もうすんごいその日暑かった。太陽がもう眩しくて、もうギラギラして、向こうから襲ってくるかもしれないやつがいるっていうんで、鉄砲で発砲して、そのアラビア人を殺しちゃう。おお、結構大胆な行動。今でも、いや、自分がやられると思ったから、ね。そうそうそう、もちろん正当防衛ってことなんだけども、うん、で、裁判になっちゃって、証言者、その自分の友達とかいっぱい来てくれて、証言とかするんだけども、全部彼が不利な方向に動いていっちゃって、なんであなたはね、そんな鉄砲で発砲したんですか、うん、問われた時に、当時の自分の心境を思い出して、当時の情景が浮かんでくるじゃない。太陽がギラギラと暑くて、もう襲われるかもしれないね、うん。でも絞り出すように出た言葉が、太陽がすごく暑くてって言ったら、太陽が暑かったって言うて、お前鉄砲撃つのかみたいな感じになっちゃって、結局最終的に試験になっちゃう。つまりその受け答えが全部正直すぎる。その時感じたことはもうそのまま言葉で言っちゃう。で、これ何が言いたい作品なのかなって思った時に、なんかよくね、この作品の紹介で、なんか太陽が暑かったっていうで人を殺してしまった物語みたいなこと説明のされ方するんだけど、でもそれ違うよね。違うんだよ。絞り出すように出た言葉が太陽が暑かったしか言えなかった。つまり正確に正確に自分の感じたことを言おうとすると最終的に試験になっちゃうんだぞみたいな、つまりその現代という社会のその客観性みたいなものをめちゃくちゃ皮肉ってるみたいな作品なのかなって俺は思ったわけ。現代のっていうか、まあ、その時代の、まあ、その当時かな、もう80年前の現代だけど、その現代社会っていうのはなんか嘘でもいいから演技しないとやっていけないのかなみたいな、正直に感じたことだけを言ってると結局その客観的な事実としては変なやつじゃん。太陽が暑かったっていうことしか証言として出さないんであれば、だけども多少誇張してでもこういう危ない状況でみたいな、その自分を擁護するような演技をしていかないと、うん、結局試験にまで最終的に最悪の場合追い込まれるんだぞみたいな、そういうなんかその現代社会に対するなんかムカつきというか、なんていうのかな、客観性がこう横行してる世の中っていうのかな、世の中ってやっぱりね、客観的な事実が重要とされてるんだけども、いやそれってなんか行き過ぎるとやばくないみたいな、効率化とか客観化とか数字の正確なデータとか、うん、そういったものじゃ見えなくなってしまう要素っていっぱいあるよねみたいなことを言ってるんじゃないかなって感じがして、俺はなんかすごい読んでて救われた感じがしたっていうか、最後のシーンとかすごく良くて、死刑の、まあ、公主刑かなのか分かんないけども、殺されるところに連行されていく、その時に聴衆がいるんだけども、それが悪意を持って自分を見てくれることを最後の望みとして俺はこの生を終えるみたいな、最後悪意に包まれたいっていう、なんかそこがもう最大のムカつきだよね、その現代社会に対するね。結構難しいね。最後もう死が決まってここだよね。そうそうそう、私に残された望みと言ってここだよね、うん、処刑の日に大勢の見物人が集まり憎悪の叫びを上げて私を迎えることだけだ。いやなんかすごい好きなんだよなこの終わり方。すごいなんか読んでたら葛藤が生まれそうな本だね。なんかやきもきしちゃうよねちょっとね、うん、ジレンマというか、うん、お前なんでそんな正直に言っちゃうんだよみたいな、そこはあるかな、ね、すごい好きなんだよね、このもう淡々とその感じたことを描いていくんだよね。途中で仲良くなった女の子がいて一緒に映画館行ったりとか楽しく過ごしたんだけど、それがお母さんのお墓参り行った翌日とかだったのね。嘘。だからそれもなんかさ、でも彼からしたらお母さん死んだからあんましょうがない、もう悲しいな終わりみたいな、それぐらい淡々としてるやつなんだけど、だからちょっと感情おかしいんだけど、物語の主人公だからね、うん、実在の人物じゃないからね、まあまあまあそういう設定ね、うんうん、そういう設定ね、まあ、あえてだそういう極端なやつで描いてるの、うん、とにかくそ、ね、まあ、その瞬間瞬間のその自分が楽しいと思うことをやってるだけのやつ、うん、正直に反応して正直に動いていくっていう、そういうやつがもしいたらどうなる、うん、試験になっちゃうよ。極端だよね、うん、極端だね、わざとだろうだけど、でもこの作品でこのカミューって作家はもう世界的に有名になって、うん、ノーベル文学賞も多分これで受賞してんだけど、30何歳でそういう本を書いた、異邦人はもっと若かったんじゃないかな、27歳で書いてるね、
すごどういうきっかけでそういう話を書こうと思ったんだろうね確かに年齢はまあ関係ないけどでもまあねどういうきっかけだったんだろうね不思議だね、まあ、これ薄いんだよねこれもね120ページぐらい薄いしまあ文字もまあこのままだと割と大きめかななんか読みやすいと思うんでこの薄さ見て薄さ読みやすいちょっと暗めの作品読みなかったらっていうので僕はなんかすごい救われた感じがしたんだよ救われた感じがしたんだそのなんだか世の中に対するやりにくさっていうかその大衆と自分って合わないなって感じがずっとあったから、うん、自分対周りみたいなのを考えた時にその周りに対するなんかムカつきみたいな物語っていう形で鮮やかに描いてくれたなみたいな感じがしてまあいいなと思って物の見方とかその周りの、うん結局自分が何か伝えたい時って客観的にうまいことその言葉を選んで作り込んで伝わるような言い方をしなくちゃ伝わらないんだけどもその形に言葉を成形した時にこぼれ落ちる要素っていっぱいある、うん、そこら辺がなんで伝わらないんだろうみたいな感じとかすごい説明してくれてる感じがして俺はねすごい好きでもちょっと暗いかもしれないからまあまあ人選ぶと思うんだけどもいいと思いますじゃあこの5作品の中でまた何度も読み返したくなるものってどれこれかな人間の大地かなやっぱり辛くなった時とかにそう出てくる言葉とかね毎回響く言葉が違って、うん、あこういう言葉もあったみたいなその度にこれ割とそのいろんな人の人生共鳴する部分があると思うから、うん、響く作品だと思うんでこれほど暗くないからね異邦人はね、うん、辛い状況にはなるんだけどもあこういう風に捉えたら物事ってポジティブに解釈できるんじゃないかなとか、うん、心の持ってき方みたいな部分でためになるというか参考になるというか人生のちょっとした教訓というかマニュアルというかティップスみたいなこと、うん、ティップスそうでございます好きな順は今のランキングだったんだけどおすすめ順としてはアスカちゃんはこれだねうん読みやすい傲慢と偏見だね私でも結構人間の大地って読んでみたいと思ったけどね、うん、ちょっとどっちもこの5作品の中では分厚いこれでもそう聞くと読んでみたいね人間の大地、うん、こっちは結構気楽に読める楽しめるっていう感じで、うん、人間の大地はやっぱりちょっと読んでみたい得られるものがある気がすごいする読むたびにちょっとまた違った考えもそれは本当にあってあこのシーンこんな感じだったんだみたいなのも結構あったりするしなるほどありがとうございますいや、まあ、もしこれから新しく海外文学興味持つきっかけがあったらぜひ私のおすすめとしてはこの5作品ですかね本屋さんとかでも多分立ち読みできる比較的に新しめの翻訳で揃えてますのでぜひチェックしてみてください俺ブックカバー忘れちゃってるから分かんないよねこれねまあ見れると思います、はい、どうもありがとうございましたありがとうございました大丈夫かなすごい熱弁してた分かりやすかった、うん、なんか全部伝えるわけじゃないから、うん、こう逆に読んでみたいって思ったね、うん、ではまたあ、もう忘れてたんだ